はい、あんま岩尾先生です。で、民間の、試験の、バイナルオプションの取引のシグナルが出たところです。で、今、2勝1敗ですね。で、シグナルが15時42分49ということでね。3時45分ですね、8日。あと残りこれ2分ぐらいですかね。で、こちらの方は、間に入っているのは EA の、ストラジテストの、調整中です。設定値ね。で、こちらの方は1勝1敗ですね。こちらの方は1勝ですね。0-0でしたんですけど、利益は。これバイナルオプションの場合はスプレッドないんで勝ちになります。ゼロだとですね。今試験中でね、3台で、取引させてますけども、まあ、調整まだまだはなんで、デモでやってますけどね。で、裏でももう1個ね、全部バックテストでまた動いてます。で、全部ですね、こちらの方もバックでバックテストが動いております。これをね、動かしていい設定値を探してるんですね。で、こちらの方もね、バックテストが動いてますね、このようにね。で、残り36秒。あ、上行ったね、よかったね。で、これで勝つと3勝1敗になりますね。1敗しかしてないですね。こちらはタイなんですよね。よかったよかった。いや、まだわかんないけど、ちょっと待ってください。こっちの方見てきますね。際どいな。あと15秒ですね。上に上がってくれてればいいんだけど。上に上がって、あと6秒。5、4、3、2、1、0。はい、切れるでしょう。ね。はい、勝ちました。ね。こちらのバックテストじゃなくて、デモでトレードしてるんですけど、ライブと同じですね。で、勝率が3勝1敗と。この設定値いいのかな？スプレッド2でやってんですよ。ね。取引数が多いんだけどね。パワーが入るようになったんで、勝ちやすくなったんじゃないかな、という感じでしょうかね。で、これね、15時42分49秒にシグナルが来たわけですね。今日のね、このアラートは、こんな感じですね。シグナルがこう出てるわけですね。今日というかね、この日付とありますけど。これは日本時間ですからね、わかりやすいと思うね。昨日から来てね、昨日これいっぱいしたんですね。ね。それでこう、勝ちですね。この勝ち勝ちと同じじゃないですけど。ね、で、こんなことで、勝率3勝1敗です。これスプレッド2でね、分析最適化したやつなんで、まあ、負けやすいと思ったんだけど、シグナルも多いし、結構勝ちが多いですね。2でいいのかな、スプレッド。そうしますとね、2でやればいいんですけど、これでね、半間岩先生は1億円投資ですから、ね、1億円投資、1億円負け、1億円投資、1億円勝ち、1億円投資、勝ち、1億円投資、勝ち。約、ね、現在の1億円投資だったら、ね、2億円の稼ぎですね。約ね。まあ、そんな、こんな感じですね。で、私の場合は、パーフェクトに勝てるというのではないんですね。他の人と違って、僕の場合は勝ったり負けたりでね。それで、トータルで、少し稼げるというわけでございますね。そういう投資方法なんで、あまり面白くないかもしれません、皆様方ね。私の投資方法は。
楽に稼げませんからね。まあそこら辺ちょっと要注意してください。何百連勝もできる人と違います、私は。ね。で、これね、こんな感じですね。今調整中でね。で、ライブで投資とも同じになるわけですけども、最良の設定値ね。これ見つけてると。最適化でね。大変忙しいんですよね。今、天ぷらちょっと揚げてたんで、白身フライをね、4箱買ったんで、来年の、買っておいたんですよ。その白身フライを揚げてました。海苔弁当に入ってるやつですね。あれを、4箱買ったの、買いましてね。1箱50個入りなんですけど、まあそんなことで、ちょっと揚げ物してるんで、またね。ワイネロボションスペシャリストの販売を先生で、そんな具合ですね。こんなので調子してます。投資法はこういう方法です。どうもありがとうございました。